出市横津町にお住まいの木こ義介さんは大正2年11月25日生まれの現在105歳。 そして妻の綾子さんは大正4年10月6日生まれの現在103歳。こちらのご夫婦2人合わせてなんと208歳になります。この日は堺出市の在宅医療としてかかりつけの医師がお二人の健康状態を確認していました。血圧も特に問題ないようです。お二人にお話を伺いました。 どこが好きですか。おってくれたらの。幸せな。んね、なっちゃ言わんけどな。うんうん、かわいいわ。かわいいね。おら、なんだおさべしで。そうやね。うん、大事にしてるわの。うん、うん、言わんか。大事にしてる。おってくれたらの。うん、楽しみだけど。ね。はい、ほら、なんだおさべしで。 一人だったら、ね。そうやね。うん、元気なこともないけど。まあまあ二人おるからな、ね。気持ちがな、ね。一人よりは違いますわ。なんぼ夫婦で言うてもな。これもやるわ。<laughs> 喧嘩する。喧嘩すんかな。ななあ。<laughs> お父さんがね。さっきね。お母さんのこと。 ややっっっぱり可愛いんやって言いよったよ私がおらなんならやっぱりなどなっても寂しげだわそうやね私もね、うん、何歩耳が聞こえんでも誰よりお父さんが大ったらわけ私がな先行くから、うん、ねしなくねえ だから後からら後ついてきばよいうた。この先生がいろいろ見てくれるけり、はい、今までこうやって元気でおれるそれはもうあの105歳と103歳とは思えないぐらいの、まあ、体力とかね意欲があると思いますけどそれはまあそこそこねやっぱりこう枯れていく。 ね、途中にはいらっしゃるわけで、まあ、いつこう体調が、ね、悪くなるかっていうのは、それはもう分からないんですよね。現在確認すると、<ー>高松市にもご夫婦合わせて208歳の方が健在です、はい、そちらは昨年、夫婦の年齢がギネス世界記録に認定され、彦恵 <laughs> さんご夫婦は数か月違いで世界第2位となるようです。 うん、そうやな今となって思うことは、やっぱりここで2人での生活をこう続けていけてるっていうことそのものが、秘訣なななんんじゃないかなと思うんですよね80年近く一緒に暮らす彦江さんご夫婦。 いつまでも仲睦まじくお元気で。